マット・ベスラーは、アメリカ合衆国、カンザス州オーバーランドパーク出身のプロサッカー選手。サッカーアメリカ合衆国代表、オースティン FC 所属。ポジションは DF。聖の発音は、バイ・ ZLR なのでより近い表記は、ビーズ・ラー。高校時代は4年間で、カンザス州選手権において40ゴール44、アシストの成績を残した。ノートルダム大学進学後は、 同大学のサッカー部でプレー。2009年の MLS ドラフト会議で一巡目にスポルティングカンザスシティに指名された。3月28日のコロラドラピッツ戦でプロデビュー。2011年3月26日のシカゴファイヤー戦でプロ初ゴール。2011年7月10日、サポーター投票によるオールスターゲーム2012参加選手に初めて選ばれた。 2012年はチームの主力としてオープンカップ優勝に貢献。自身も MLS 最優秀ディフェンダーとベストイレブンのダブル受賞を果たした。この活躍からクイーンズパークレンジャーズ FC、サウサンプトン FC、バーミンガムシテ FC などイングランドの複数クラブがオファーを送ったが12月にカンザスシティとの契約を更新した。2014FIFA ワールドカップ終了後には SC フライブルク、フラム FC、サンダーランド AFC から獲得オファーが届いたが、同様にカンザス式残留を選んだ。2021年1月6日、オースティン FC に加入することが発表された。2012年8月23日、ユルゲン・クリンスマン監督がメキシコとのフレンドリーマッチで初招集。2013年1月29日のカナダ代表戦で、 初キャップ。6月2日のドイツ代表戦で初スタメン。2013コンカーカーフゴールドカップでは一旦登録メンバーから外されたがチームが決勝ラウンドに進出したことで再登録された。2014FIFA ワールドカップではグループリーグ全3試合と決勝トーナメント1回戦にスタメン出場した。2016年9月2日第一子の誕生日に 代表初ゴールをマーク。カンザスしてアメリカが衆国代表個人。ありがとうございます。